曹洞宗って禅のお寺です。でこの禅の寺が250年潜伏キリシタンの人たちと共に、それこそ、苦しみを喜びも悲しみをみんなひっくるめて分かち合って250年江戸期生きてきたっていうのを考えるだけでも今の11代目の住職としてですね、とってもそれ誇りに思っています。ガラシャベーナ、ガラシャベーナ、ドメネコベラッと通用いいものを入れくつベラツルレツレクレツレースサンタマリア入れごもって天天ほうらつらんの弁のトンネのなんていうやつ力もなく拙く悪民といえども数限りなく与えてくださりたいし、よろずの御礼をどのように持ち上げたてまつらんとするに、心もと言葉もとだえあてるなり、わきてごぱちょの御礼をどのように持ち上げたてまつるべきや、御身。